どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はチャゲ&アスカのやーやーやー、こちらの曲をやります。ちっちゃいウクレレでやりますよ。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした4つ弾き簡単バージョン。後半は、かっこいいバージョン。このリズム16ビートイケイケの感じが、かっこいいバージョン、最後のバージョンに出てきますからね。もう皆さん見てください、最後まで。で、これですね、途中展開するパートがあるんですけど、今回ウクレレ練習用動画ということで、そこはやらずに、王道のところだけで、まとめた動画になっておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、いつかは自分で奏でたい音楽。これをですね、ただ歌うんじゃないんですよ。このウクレレを弾きながら弾き語り。これが最高に楽しいんですよ、皆さん。はい。で、大体ね、歌ってみたいな、弾いてみたいなと思うけど、難しいだろうな、私音楽無理なのっていう、そこのあなた、ウクレレは助けてくれますよ、ウクレレさんが。ウクレレで弦が4音しかないし、ちっちゃいからいつでも持ち運びできますからね、すぐ音楽できますから。しかも今ご覧になってる、ガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん抜けるようになるんですよ。やったー。はい。だって YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるし、ご飯炊ける間でも洗濯機回ってる間でもちょっとの時間でこうね、パパってこう、スマホ見ながらできるわけですからね。しかも無料。これはやった方がいいですよ、皆さん。楽しいこといっぱいですので、ぜひ始めてください。今からここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の順番通りに動画をウクレレ持って見ているだけ。真似してるだけでできるようになりますから、ね、じゃあリンクあります。ここ行ってください。初心者レッスンはここクリック行ってらっしゃい。カチッ。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲ぐらいのいろんなあらゆる音楽ジャンルの曲が、それしかもですね、ウクレレ練習用簡単レッスン動画ですからね、やりましたね。最新 J-POP から懐かしい J-POP、夏メロから昭和歌謡曲、アニメソングから演歌から洋楽ハワイアン、もうありとあらゆる曲でございます。ぜひ皆さん先ほどのリンクのところ下の方に行くと、それ出てきますね。見てくださいね。さあ、じゃあやってみましょうか。まずシンプル簡単バージョンから、やーやーやーやります。ワン、ツー、スリー。レー。もちろんショートカットバージョンでやったので、自分でノートにコードと歌詞を書き出してください。テロップと一緒にやるのもいいんですけど、ノートに書くとすごいわかりやすいです。で、その時の参考になるように私の、ノートをね、見てもらおうと思うんですけど、今イントロからこうやってやったんですが、はい。で、ここが、下にくるっと書いてあるやつはこれから後半でやるかっこいいバージョンなんで、まあ一応一緒にメモっといてください。で、この よくわかんない線はメロディーラインです。ダー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 とかこういう感じでわかりやすくしてます。で、ここからまずは1番の A メロが始まります。じゃあここをちょっとメモっといてください。はい、いいですかね。一時停止でどうぞ。じゃあこれ2番の A メロ。はい。
こういう点でねリズムを把握したり、まあ、一応してたりするんです。でここはサビですね、やーやーやーのサビで、今ここまでやって、まあ、終わったというふうな感じなんで、すごいシンプルなあの構成なんですけれどもね。はい、この感じでやってみました。で後半のかっこいいバージョンはちょっとここのサビのやーやーのところでロングバージョンでやろうと思うんで、もう最後までご覧になってください。でですね、出てくるコードはいいですよ。今回は C と Am、 F と D、 あ、じゃあ CAm、 F、 D、 G7Em7 の6個だけです。コード6個、コード6個です。やったですね、皆さんやったです。はい、でコード6個、このね、あの今出てきた6個のコードっていうのはドン、これです。ガゼレレ必須コードという、必須って書いてあるでしょ、必ずマスターしてほしいコードのグループ8個のコードがあるんですよ。そのうちの6個です。でこの必須コードっていうのはですね、コードというのは本当に星の数ほどあって、全部覚えようと思ったってもうよっぽどのミュージシャンでも覚えてない、覚えてないというか、もうありとあらゆるものがコードという風になってますからね。はい、なんで全部覚えようと思ったら大変ですから、まずはこのガズレリ必須コード8個だけを最優先で覚えてください。この8個覚えちゃうと、今ご覧になってるガズレリ YouTube チャンネルで私と一緒にワイワイセッション8割9割一緒にすぐできると思います。まずこれ最優先ですよ。以前この8個のコードを分かりやすく解説した動画をここにリンク貼っておきます。ここでコードの勉強をしてください。ここはね必須ですからね、マスターして。それで今のシンプル簡単バージョンなんですけど、このサビのところでね、見てください、これ。このコード。C, C, C, F, G7, G7, F, F。ここのワンブロックに4回。ここがちょっとポイントかなと思うんで、ここだけちょっと、最後の1回だけ F で4回弾くうちの、そんなリズムですね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、これやっぱ16ビートなんですよね。16ビート。基本のやつで、ね、こんな感じです。じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃか。この、シンコペーションしない。じゃんじゃか、じゃかじゃ、チャスチャスチャ、じゃ、食い込まないやつ。じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃ。はい。このやつをベースに行きたいと思います。じゃんじゃか、じゃかじゃか、じゃんじゃか、じゃかじゃかですからね。これ口で言うと分かりやすいと思うんですけど、まあでも16ビートのチャというのは、まず8ビートができてないとできないということでございましてですね。8ビート、じゃんじゃ、じゃんじゃ、じゃん、こんなんですけど、まあリズムのこといろいろ分かりたい方多いと思うんで、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は私のホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというリズムだけを特化したこうページがあってですね、その中から16ビートのチャというのを勉強していただきたいんですけど、まずさっきも言ったんですけど、8ビートができないと16ビートはちょっといけないので、8ビート、16ビートって感じで練習してみてください。そしてですね、ここから深めていきます。まずですね、この A メロのところあるじゃないですか。A メロの1番、2番。誰にも、とか、ここら辺の、掴んだ拳を、この辺の1番と2番は、ここに書いてあるんですけど、見てください。A メロ1番、2番は C 押さえっぱなし。これがすごく効くんですよ。C 押さえたまんまコードを回していく。これよく、ちょっと見ておいてくださいね。100ある甘そうな話なら、誰にも知られたくない。わかる？どうですか？かっこよくないですか？はい。で、勇気だ、ここは普通です。勇気だいだと騒ぎは、この要は最初の2行ですね。ここのところをずーっと C を押さえっぱなしでいきたい。ここの行とここの行と、あとここの2番の A、こことここ。はい。これね、だいぶすごく世界観変わるんで、これおすすめですね。で、あと次はですね、やっぱビート。サビのビートがちょっと特殊なんですよ。特殊っていうかね、こんな感じで今書いたんですけど、ダツチタツツタツツツタツタツツツダツツダツツダツツツダツダツなんですけど、ちょっとこの絵はね、まぁちょっと後で置いといて、まずこうです。ダツツ、ダツツ、ダツツツ、ダン、ダンツツ、シー、シー、シー、ん、F、F っていう風に行くんですけど、ダン、シー、シー、F、F、G、セブンで、F、F。このリズム、なんですが、チャを入れたいんですよ。ここから急に速くなる。やこういう感じで、ダン、ダタスタ、ダンツケ、ダン、ダン、ダカ、ダン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 、ここ速くなるんですよ。サビのところで急にドラムがドスタドスタダンツコタって速くなる。 A メロはダンダガンダンダンダダスタダンツカバンスドンツカバン、こういうリズムなんですけど、サビになったとドンタンドンタンドンタン、いやいやいやと、あそこ表現するのはちょっと難しいんで、一応図で表しました。ここはですね、見て、星がチャです。丸は引く。ジャンチャジャンジャチャカチカジャツジャツジャツ、はい、この星は弾いたりチャだったりとかするんで、じゃんちゃじゃんじゃチャツツツチャツじゃんチャツ、コード書いておいた。 C C C チチチチ F F ね、
今は C と F のところだけど、ここは G7 で FF になります。これちょっとジャンチタンダチタツタチタタンチタタンチタンダチタツクタンタンチタンチタンダタンチタタンタン、こういうリズムなんですね。ちょっとなんか表現難しい。カッティングすると今みたいに止まります。カッティングしないと、カッティングする方がかっこいいけど、カッティングっていうのは難しい。カッティングっていうのはさっきのリズムのいろいろどこでもやります。止めてるんですね。はい、ここはちょっとね、カッティング入れるとかなり難しい要素が出てくるんですけど、1個ですけど、分かりやすい表現方法としては、前半は8ビートです。そういう感じで捉える。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。ここまで8ビートでしょ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、つくじゃんじゃん。だから前半は8ビート。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、うんじゃんじゃん。こういう風に分解して考えると分かりやすいかもしれません。じゃつじゃつくじゃつくじゃつじゃん、つくじゃつじゃつくじゃつくじゃつ。こういう感じになるといいかなと思うんですけど、ちょっと難しいニュアンスがちょっとあるかな。はい。なんで8ビート、16ビートなんですけど、だけど感覚的には8ビートの前半を思い浮かべる。この感じが、分かっていただけるかなと思うんですけれども、はい。それでサビは、ここのサビやってみました。はい。でですね、決めがね、ここを決めって書いてある。あと、ここにも決めって書いてある。で、ね、ちょっと分かりやすいんですけど、これ最後ね、かっこいいバージョンはやーやーやーを3回繰り返すことにするんですよ。で、途中の1回は伸ばすんで、その時に書いてあるんですけど、2回目のは G7 の決めって書いてある。この決めっていうのは全部同じフレーズなんで、ここに書き出しておきました。ここです。つたつ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 たたたた。見て。するかな、これ。つたつ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 たたたた。こういうふうに口で言ってみるのがいいからね、ほら。ちゃんと書いといたでしょ？カタカナで。バツはチャですね。丸は引く。ズタツツタツツタツツタツタタタタ。まあこれカッティングです。じゃあこれをじゃあまずじゃあ C でやってみようか。ツタツクタツツタツクタツタタタタ。D マイナーだと。ツタツクタツツタツクタクタタタタ。G7 だと。ツタツクタツツタツクタクタタタタ。C で分解すると。ツタツ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 タタタ。で出てくるか、ちょっと A メロの最後のところでやってみるかな。雪で愛だと騒ぎ立てずにその気になればいい、掴んだ拳をこんな風になるか。ズタスクタクズタスクタクタカタカ。はい、決めです。全部これ同じパターンでいけると思います。はい。でこの曲はですね、案外16ビートでこうせせこましいイメージと思ってはちょっとね、曲の雰囲気が違う。ゆったりした、こう、大陸的な感じがいいと思う。なんか、こう、ドーンとこう、大きく構えた16ビートって。手に入れたいものだ。こう、包み込むような感じがいいと思いますね。いやーって感じで。はい。じゃあ、これを踏まえながら、かっこいいバージョン。やってみます。
せーの、じゃじゃん。はい、かっこいいバージョンやってみました。どうですか皆さん。サビになって急にドーンとこうテンションが上がって、リズムがバーンと速くなる。こう、バーンと何かがこう解放されたような、ね、落差が出るというところですよ。A メロとサビの間のね。あれがなかなか、一見見た目よりはやると難しいですからね。ジャンツ、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 ジャンツってやりながら、イェーイ、ヤーヤーって歌うというね。まあ、あの辺が脳トレ的要素でもあり。まあでも、これはね、じっくりやるとなかなかこう、奥が深くて。いいと思いますので、ぜひ皆さん、いやー、大合唱できるように楽しくやりましょう。はい、それではご案内、今週はいろいろイベントありますよ。ご案内要チェック、よろしく。ガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたら、いろんな情報が出てますよ。はい、ホームページのリンクはここに貼っておきますからね、見てください、必見。はい、じゃあザザッと駆け足でインフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん CD 出しております。これです、レッツゴー最高という CD。 これ本に見えるでしょ、でも CD なんですよ。2枚 CD2 枚組、はい、2枚ついてるでしょ。こっちはレッスン CD、 こっちはちゃんとした作品としての CD。 これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風にいろんなからくりがあります。で、これレッツゴー最高というアルバムで出てますんでね。はい、で、これがですね、今年のテーマになって、これはですね、なんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで、簡単なんで、ぜひ皆さんこれ手に取って、で、この今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料公開して、全部音源も公開してるんですけど、それを見て練習してイベントに来てくださいというのがある。じゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。CD 関係見てくださいね。で、この CD、イベント、レッツゴー最高のイベント、タワーレコード新宿店で、インストアガズレレイベントをやります。皆さんウクレレ持って1月17日の19時新宿クラックスタワーレコードで来てくださいね。待ってます。入場無料です。はい、よろしくお願いします。でですね、これを引っ提げてどんどんツアーを回るんですけど、1月19日大阪花博記念ホール、翌日1月20日名古屋スーパードライやります。その時はですね、この見てください、このガズレレ歌のシリーズボリューム1だけど、ボリューム5のこちらの方の先行発売にもなってますからね。そのこのボリューム5は今 Amazon で予約を受付開始してまして、1月23日発売なんですけども、予約の段階で J-POP ラン Amazon でベストセラー1位いただきました。ありがとうございます。皆さん本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね。皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい、で、イベントの方もバーッと続きます。はい、広島、博多、その後もどんどん続きますからね。皆さんフォローしといてくださいね。よろしくお願いします。あとですね、カズさん、他にいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、リットミュージックから教則本を出してまして、まあこれみんないい本ですね。ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんで、ぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日、これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレレやりますけど、皆さんステージに立てます。練習して、どんどん練習してグループで。やってください。詳細、近日公開。待ってますよ。よろしくお願いします。さあ、それでは音楽で楽しい人生、どんどんやっていきましょう。で、弾ける人は教えてあげてください。ちょっと教えて、あとガズさんのガズレレ YouTube 見てるんで、それで、どん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 ね、楽しい仲間が増えますので、ぜひご協力お願いします。そういうわけで、音楽で楽しい人生、やってみましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、じゃんおー、おい。